ハールートとマールートハールートとマールートはコーラン2章102節によれば次のように記されている。そして彼らは悪魔たちがスライマーンの王権について述べることに従った。スライマーンは不信心ではなかった。しかし悪魔たちは不信心だったので人々に魔術を教え、またバビロンでハールートとマールートの両天使に授けられたものを教えた。だが両天使は 私たちは試みるだけだ。それで不信心になってはならないと告げた後でなければ誰にも教えなかった。彼らは両者から夫と妻の間を引き離す術を学んだ。だが悪魔とてアンダーのお許しがない限り、それで誰も害することはできなかった。しかし人々は自分に害になる益のないことを学んだハールートとマールートの教えたことは人間への試みであり。 人間は自由意志によって自分たちの害になることを学んだと明記されている。ユダヤ教とキリスト教の伝承によると、はじめは真面目な天使たちだったが、肉浴と酒を貪さぼる人間たちを見下していた。だが、神様に、お前たちも地上に行けばああなるかもしれないと言われ、そんな馬鹿なと思いながら地上に降りて人間と暮らし始めた。三日ほどで、 肉欲と酒の虜になり、姉妹には、とある美女に、ある秘密の名前を教えてしまったため、その女は、名前の魔力により天に昇り、金星になった。そのため二人は、神の怒りに触れてしまい、髪の毛で、バビロンの深い井戸の中に吊るされてしまったとされる。別の説では二人一組の地獄の万人とされ、地獄に落ちた罪人に、永遠の責めくを与えるという。 比較神話学者ジョルジュ・デュメジルによれば、ハールートとマールートの起源は、ゾロアスター教におけるハルワタートとアムルタートであるという、ありがとうございます。